はい、40代独身男の馬券勝負、今回もよろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、12月の10日、阪神競馬場で行われる阪神ジュベナイルフィリーズの本命と買い目の発表したいと思います。はい、先週のねチャンピオンズカップ、ウィルソンテソーロを本命させていただいて、見事2着に来るというね、大穴予想をさせていただいたんですけどもね、今週は、どうなるでしょうか。でもね今週もね多分ね大混戦なんで荒れると思うんですよね。今週もまた、ね人気どころがね直前回避だったりね、まあ出走してこなかったりとかもありますので、まあここ多分もうこの年末までねこう見てもね多分ここがね最後の荒れるレースだと僕は踏んでおります。ってことでね、もう早速、本命の方発表したいと思います。私の本命なんですけども今回も穴でいきました。私の本命はこうなりました。はい、1枠1番のコスモディナー、コスモディナーにさせていただきます。特に今日はないです。荒れるかなと思って、この馬にさせていただきました。でもね、まあ、一応ここにも書いてるんですけどもね、まあ、阪神ジュベナイルフィリーズのデータに関して言えばねこの馬は、マイナス要素は全くないんですよ。前走のね、1着馬が、つけた着差がね 0.2 秒以上だとね、確か結構いい勝率ですし、まあ、一勝馬っていうのがねこの馬このレースをね、勝ったのがリバティアイランドぐらいかな過去10年で。なのでね、サフィラはちょっと怪しいなと思ってるんですけども、まあ、コスモディナーもね2勝してますし、まあ、ここも問題ないのかなとは思っております。で、なおかつね、まあ、ダノンバラード3区ってことでもありますし力のいる馬場もね特に問題はしてないと思いますし、この馬のねうまくインからね突き抜けてくれればもしかしたら3着以内っていうのはねあるかもしれないなとは思っております。まあ、この馬自体もね、札幌競馬場でね、オープン2戦使ってね2着1着としてますので、力のいる馬場自体はこの馬にとっては苦ではないかなと思ってますし、まあ、札幌競馬場に関してもね上がり最速出してますし、まあ、福島競馬場でもね上がり最速出してますので、まあ、両馬場であったとしてもね、足は切れるんじゃないかなと思っております。で、まあ、先ほども言いましたけれども、まあ、このレースがね多分今年最後の終わりになるんじゃないかなと思っているので、まあ、大混戦でもありますし、この馬を本命とさせていただきました。はい、まあ、他の人気どころはねちょっと、まあ、先ほども言いましたけどサフィラに関しては言えば1勝馬ですしコラソンビートも、ね、3勝馬っていうのはこのレースはねあんまり、いい結果を残していないってことなのでねコラソンビートもちょっと怪しいのかなと思っております。で、私、まあ、一応おすすめ本命といいますかおすすめ馬なんですで、まあ、コスモディナーさせていただきますけども、まあ、おすすめの、まあ、買い目は、まあ、手広く買った方が面白いのかなと思ってまして、まあ、3枠の6番のステレンボッシュ4枠7番のアスコディピチェーノと、あと14番の、まあ、サフィラそして16番のルシフェルが、まあ、メインでおすすめさせていただいてあとは2枠3番のキャットファイトと5枠10番のコラソンビート、そして142つ書いてますね。これはじゃあこの2頭が、まあ一応抑えの評価という形にさせていただきたいと思います。まあどうですかね、まあ、ね2匹目の土壌がいるかどうかちょっと分かりませんけどもまあ私の本命おすすめは一応今のコスモディナーとさせていただきます。はい、ということでね40代独身男の馬券勝負、今回は12月の10日の日曜日調教競馬場で行われる阪神ジュベナイルフィリーズの本命と買い目の、発表させていただきました。まあ2匹目の土壌狙いでね穴狙いで行ったんですけれどもね、まああくまでも馬券の参考程度に聞いていただければいいなと思っております。まあこんな感じで僕は競馬に関することをメインで動画で上げさせていただきまして競馬の盛り上げの一助になればいいなと思っております。前回の動画はね、結構いろんな方に見ていただきましたのでまたそんな勢いでね、どんどんいろんな方に見ていただいて馬券の参考になればいいなと思っております。
なのでね、もしねフラッとこの動画を見て最後まで見てね、ここまで見ていただいた皆様、よかったらチャンネル登録と高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで最後までご視聴の方ありがとうございました。次は日曜日、レッツカイコンの動画上げさせていただきたいと思いますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。